リオアベフットボールクルーベは、ポルトガル北西部の都市ビラドコンデに、本拠地を置く、サッカークラブ。1939年に創立され、2021から22シーズンは、リーガポルトガルに,に在籍している。1985年に建設された、多目的スタジアムのエスタディオドリオアベを、ホームスタジアムとしている。ホームでは、クラブカラーである緑と白の縦縞のユニフォームを用い、 アウェーでは赤と白の縦縞のユニフォームを用いる。ポルトガル代表のアルフレッド・カストロやパウリーニョ・サントスやルイ・ジョルジなどがこのクラブで一時代を築いた。1939年に設立され、すぐにリオグランデという愛称が付けられた。1981から82シーズンには、クラブ史上最高位の5位でシーズンを終え、その2年後の1983から84。 シーズンには、達サでポルトガルで決勝に進出したが、強豪 FC ポルトに1から4で敗れた。1990年代前半は、リーガでオンラに在籍していたが、1995から96シーズンに、セグンダリビゾンでオンラで優勝して、プリメーラリビゾン昇格を果たし、4シーズンの間プリメーラリビゾンでプレーした。1999から2000シーズンに再びセグンダ。 リーガに降格したが2002から03シーズンに最小格を果たした。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。